はい、というわけでですね、今日は2019年の10月1日というわけで、ついに YouTube チャンネル開設の運びとなりました。岡田チンゲンサイファームの岡田でございます。よろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、僕自身が、脱サラをしまして、新規就農者となり、そしてチンゲンサイと出会って、夢を叶え、そしてまた次の夢に向かってチャレンジしていく中でですね、このチンゲンサイの素晴らしさ、魅力を皆さんに少しでも知ってほしいという気持ちとですね、僕のそういった経験の中から、これから農業を目指す方、新規就農に興味がある方、はたまた現在農業をしながらいろいろな思いがある方にですね、僕なりの情報をこれまで得た経験の中からですね、何かお伝えできて少しでもお役に立てればという思いで、スタートさせました。何よりもやっぱりこのチンゲンサイのですね、魅力を本当に皆さんに知ってほしいという気持ちで、なんかこうチンゲンサイを通しての僕のそうですね、生活の中からですね、ひらめいたことや気づき、農業経営のことなどなど、少しずつアップしていけたらなという思いで頑張っていきますので、そういった中でね、なんかこう少しでもこの世の中がですね、なんか少しでもハッピーになればいいかなという思いでスタートさせていきます。どうかよろしくお願いします。それではスタートします。ハッピーチンゲンサイ。はい、ではですね、まず僕の圃場の紹介をしていきたいと思います。ですね、1棟あたり約3アールのハウスがですね、12棟あります。全部で12棟、はい、あります。最初の1年目は、初めて1年目はですね、こっちの3棟建てまして、次の年に2年目にこっちの3棟建てまして、そして3年目に一気にもう6棟プラスして、今現在12棟あります。そのうちの1棟は育苗スペース、育苗のハウスプラス、そうですね、播種作業、種まき作業の場所だったり、機械置き場でしたり、まあ、ちょっと一部若干ゴミ置き場にもなったりしていますが、そんな感じです。はい、そして、まあ一年中ぐるぐる回転させながらですね、一棟が取り終わると次の棟というふうに、取り終わったら次の棟、取り終わったら次の棟という形で、そしてまた取り終わったところは次のすぐ定食の準備をしていくという形で、1年間ぐるぐるぐる回しています。そしてここから我が家が見えます。新築、なんとか新築の夢が叶いまして、2年目です。80歳までのフルローンです。はい、ではですね、まずこの圃場が、あ
と3日ぐらいすると収穫できる圃場ですかね。ここが、はい、約 3R のハウスに、約9000株入ってます。はい、定植してから今の時期ですと約30日ですかね。はい、30日で、収穫できる大きさになります。ここはですね、3日ぐらい前に、植えたばかりの圃場です。全部手で植えます。これも、はい、奥さんと2人で。今ね、これ白マルチなんですけども、実はこれ本当は黒にしようと思ってたんですね。もう時期的に黒にしようと思いながら、ついつい暑かったんで今までの感覚で白をつい引いてしまいました。本当はこれ黒にしようと思いながら、気づかないうちに白にしていました。もうしょうがないんで、まあ植えましたけど、まあギリギリまだ大丈夫ですけどね。特に今年は残暑厳しいと言いますか、もう10月なんですけどまだ暑いです。はい、ここがですね、育苗ハウスです。この苗たちを定植していきます。そうですね、種をまいてから約25日から30日ぐらいでね、定植できる苗になります。200ケツのですね、トレイ1枚で200の苗ができるセルトレイで育苗します。はい、そんな感じでですね、今日はまあ、僕のチンゲンサイの栽培の圃場の紹介程度の動画になりましたけども、どんどん質問等を受け付けますのでね、質問とご意見ありましたらコメントの方どんどん書き込んでください。これからまあいろんな情報をねアップしていきたいと思いますので、長い目で、見守ってやってください。それではどうもありがとうございました。ハッピーチンゲンサイ。